さあ、トップ争い、周回数は9周目に入ります。3番手にアフラック。さあ、最終コーナーを立ち上がってカーナンバー2番、井上選手が取らんで、そして前田選手、福永選手、そして奥川選手戻ってくれば全員。最新のオーマシンからちょっとレトロのね、マシン。まあ、やや荒れた展開となっています第24レース。さあ、トップを走るのはオレンジ色のカナリングですね、ガローラ。カーナンバー8番は森選手、チームモヤモヤ。そしてその後ろからカーナンバー7番、吉沢選手、レッドブルカラーのビートルつけていきます。8番、7番、そして5番かな、長野選手が今3番手に上がってきました。ホワイトとグリーンのカラーリング、ボディは NSX です。さあ、レース時間55秒経過です。はい、25レース251、岩崎選手、252、野村選手、13、254、吉田選手。ドライバーズ、太田と横並びで1番3番が今1周目を通過。今先頭行くのは1番のワイケットの最初の岩崎ケタの選手、ホワイトとオレンジ、マルコロカラーとなっています。さあ、白い線の前をトップジャイガスが、その後から蛍光イエロー、本郷選手、カーナンバー3番で、その後から次のオレンジ岩を横浜選手、カーナンバー4番の4番手を投稿しています。レース時間は45秒追加です。265、大阪選手、山本選手、267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 、